北国新聞ニュースをお伝えします全日本大学選抜相撲金沢大会が昨日金沢市の石川県宇多津山相撲場で3年ぶりに行われ金沢学院大が初優勝を果たたししました団体は全国から12校が出場し予選上位8校による決勝トーナメントで争われました。 金沢学院大は決勝で、第1回大会覇者の日体大と対戦し、先方戦を落とした後、3連勝して栄冠をつかみました。金沢学院大はこれまで、第6回大会の団体3位が最高で、この時は現在大相撲で活躍している円宝がメンバーに入っていました。 98人が出場した個人トーナメントは同志社第4年でモンゴル出身のデミデ・ジャムツ選手が決勝で金沢学院第3年の池田俊選手を上手投げで下し優勝しました大会は新型コロナ感染拡大の影響で一昨年の大会が中止となり3年ぶりに開催されました 10月22日に開催されるいわくぼんぼり祭りを前に、金沢市のいわく温泉で、昨日うぼんぼりの点灯式が行われました。いわくぼんぼり祭りは、アニメ花咲いろはが放映された2011年から始まりました。祭りは新型コロナの影響で、一昨と,とし去年は中止となりましたが、 ボンボリの点灯式では湯琶温泉観光協会の安藤保会長が「ようやく開催できうれしい10月の本祭も楽しみにしてほしい」とあいさつしましたそして350基のぼんぼりが一斉にほのかな明かりを灯し幻想的な空間が来場者を癒しました。 また、湯涌稲荷神社には祭りが無事開催できますようになどと願いをしたためた望み札が奉納されました今回で10回目を迎える湯涌ぼんぼり祭りは10月22日に行われぼんぼりは祭り翌日の10月23日まで毎日午後7時から10時に点灯されます。安藤会長は、 十家という区切りのいい祭りをさらに進化させ多くの人に来てもらいいを盛り上げたたと話しましま今年秋に行われる金沢泉鏡花フェスティバル2022で上演される戯曲「水耕茶碗」の公開稽古が昨日金沢市内で行われ出演者がワークショップを通して「 一体感を高めました戯曲水耕茶碗は教家と時計職工見習いの青年との出会いと別れを描いていてオーディションで選ばれた9歳から59歳の14人が演じます昨日 IT ビジネスプラザ武蔵で行われた公開稽古ではフィジカルディレクターの山田陽平さん 演出・構成の島孝之さんを講師に出演者は言葉を発さずに体でコミュニケーションを取ったり人生で最も印象に残った出来事を発表したりしました見学者を交えたワークショップも取り入れられ島さんは客席とエネルギーをやり取りできるのが舞台の魅力だと呼びかけました金沢泉教科フェスティバル 2022は、泉教科文学賞制定50周年を記念し、10月19日から23日に、金沢市民芸術村をメイン会場に行われ、水耕茶碗は期間中、市民芸術村ドラマ工房で5回上演されます。稽古に参加した金沢学院大出身の俳優、高野春樹さんは、今までにない稽古で、 どのように公園に行かせるか楽しみと話していました金沢競馬は今日からインスタグラムでの写真投稿キャンペーンを始めましたキャンペーンは金沢競馬の所属馬や騎手、場内グルメなどの写真をコメントとともにハッシュタグ金沢競馬私の推しで投稿してもらいます そして投稿者の中から抽選で30人に新たに制作した金沢競馬のマスコットキャラクターハッピーくんのぬいぐるみをプレゼントします県競馬事業局は大きなカメラを構えたファンも多く見かけるようになった交流サイトで発信し PR に協力していただければありがたいとしていますこのキャンペーンは来月31日まで行われます 中野都町、鹿島小学校で7年前に栽培を始めた長花、赤道産百合が開花し、色鮮やかな花が児童や教職員の注目を集めています。赤道産百合は山百合の一種で、赤道山に多く自生しています。しかし、イノシシによる食害などで激減しているため、鹿島小学校では毎年、住民から、 種や求婚をもらって栽培しています今年はおよそ100株が花を咲かせ児童たちを喜ばせています見ごろは22日頃までで赤道山山頂近くの大宮坊では24日まで赤道山百合展が開催されていますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました